もう先輩がいたら疑いを見しようなんて、そんなふうな話がどうやら出ていたようなんですけども、全然みんな大当てしかないです。さあ、ただやっぱりね、ちょっと路面がまだ触れてるところがあります。そしてウェットタイヤを装着していない、さらには練習走行も昨日も1回だけだったということで、やはりですね、各ライダーの日はできませんので、まだね、バイクがかなり立った状態ではありますけども、寝かせていることまではね、まだ見てない状態ですけどもね、ライダーたち、まずは安全第一で走行してもらっています。まあ、そんな中でもですね、ストレートでは電流ドーズからスリップストリームを使って、スリップがどこまで効いているかわかりませんから、体重差もあったと思いますけどね、オーバーテイクを仕上げていきます。さあ、そんな中で前者セクターワンがやっぱり各ライダー頭を連れて戻ってまいります。さあ、東コース3周のデモンストレーションタックチェッカーフラッグが用意されました。皆さん1対1対チェッカーを送っていく、大体5分間の拍手を送っていただきたいと思います。